具体的には、大岩の超基礎分法編よりも、まあ、レベルの低いもので、となるほど、はい、うん、武田塾チャンネル。春ですね。春です ね, ねもう、またあのまた今年も受験の1年がやってきますよ。そうなんですよ、もう、ね、今だともうなんかね、花粉症みたいな感じでこうなんていうかこう、はい、ね、頭の中がこうぐちゃぐちゃになっちゃってる人もいっぱいいると思うんで、はい、こうスッキリさせちゃおうというこの番組は、スッキリさせましょう、はいはい、この番組は何ですか、受験相 談 SOS ですね、はい、矢上先生、はい、今回の質問は何ですか。今回の質問はですね、はい、英語の中学内容を扱っている参考書を紹介をお願いします、うん、具体的には、大岩の超基礎文法編よりも、まあ、レベルの低いもので、となるほど、はい、うん、中学生の参考書を使えばいいんじゃないかな。そうですね、はい、まあなんか大岩 の一番初めの英文法を知らない人のためにちょっと説明しておくんですけど、うん、まあ、あの当時の大岩先生っていう、まあ、最近あの新しい先生ですよね、うんうん、はい、すごい大岩先生の一番初めの英文法の超基礎文法編っていう、まあ、中学校のレベルから高校入門まで書いてくれてる、うんうん、そうですね、はい、非常にフルカラーで分かりやすくかつ厚くない参考書ですね、うん、はい、これ武田塾その、まあ、入門の人とかやってますよね、うん、はい、要はその中学の復習および高校入門じゃないですか。ですね、だからまあこの人が求めてるのは中学の内容だと思うんですけど、そうですね、じゃあ中学生の参考書を普通に使えばいいんじゃないかって話なんですけど、はい、まあ有名どころだと、はい、ニューコースとか、はい、ニューコース、うん、ね、まあ、あれ非常に分かりやすいですし、はいはい、本当に基礎からやりたいなら、まあ、はい、一つ一つ分かりやすくとかね、これ武田塾のルートで採用してますけど、ちょっとなんか柔らかい表紙ですよね、めっちゃ薄いやつ、はい、あれもいいですね、僕好きですね、はいはい、まあ、そういう参考書のシリーズとかもあるので、あの辺を使ったらいいんじゃないかなと思いますね、はい、うん、確かに、うん、まあ、あとでも時間かけたくないと大学受験の多分方だと思うんで、はい、3年分の3冊やるのはきついんだと、はい、そういう人向けにですね、はい、中学生の参考書でも英文法を3年間のやつを1冊で復習するような参考書は同じようなシリーズで出てるんですよ、はい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 、だからそういう3年分の復習をまとめてできる参考書でやればいいんじゃないかなと、はい、でも1年生の基礎からやれんだとか、逆に中3しか別に復習はいらないんだって人だったら、うん、それぞれのレベルに適したやつを使えばいいんじゃないかなと。そうですよね、うん、はい、まあ中学生用を使えばいいかなと、まあ、これは他の教科でも同じですけどね。僕は一つ一つ分かりやすくでしたっけ、うんうん、例えば英語一つ一つ分かりやすく、僕はあれが好きですね、うん、はい、個人的にですね、あれすぐ終わるもんね。そうですね、すぐ終わるんで、はい、はい、ね、分かりました、はいはい、今回は以上です、はい、武田塾ではこれまで紹介した参考書を含めですね、うん、まあいろいろね、全部さ、勉強法も含めいろいろ載せてるサイトがあるじゃないですか、はい、いやもう何でも載ってますよ、あれはあれね、逆転語学 .com っていうサイトなんですけど、それはですね、はい、こちらですね、こちらの方で、リンクで行くことができますので、あとちょっと動画でね見たい、はい、人たちであればこちら、はい、うん、武田塾チャンネルの登録をしてもらえればというところですね。いや、中尾さんまだあるんですよ、実は下に今度コメントなんですよ。お、はい、あ、コメントね、そう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 、はい、受験相談 SOS の方でね、はい、コメントの方もいろいろ返しておりますので、はい、よかったらね、はい、そちらでも、質問していただければと思います、はい。